どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということで今回は自己 PR 対決の動画となっております。自信に満ち溢れた就活生3名の方に今日はお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。ということで今回面接官をしていただくのはトヤナさんです。よろしくお願いいたします。ということでですね、早速なんですけども、まず1分間の自己 PR をしていただいて、ボイさんが一番いいと思った方、一緒に働きたいと思った方が優勝という形になっております。それぞれ1人ずつ自己 PR をしていただいて、今の自己 PR が良かったか悪かったか、ここを改善すべきみたいなところを1人ずつ札の方を上げていただけたらなと思ってます。はい、じゃあ優勝した方には、まあ、何かしらの得点を、うわー楽しい、はい、お渡しします。はい、じゃあ皆さん一人ずつ簡単に自己紹介お願いします。はい、春大メンバー星かけるです。はい、鈴鹿です。川崎直と申します。じゃあ皆さん意気込みの方をいただきたいなと思ってます。星くんからお願いします。はい、まずマイクロソフト合格者としてもう絶対ノア君には負けないっていう同期として負けないっていう気持ちがあります。絶対勝って経験取るぞ。経験取るぞ。はい、私もノア君には絶対に勝ちたいなっていうふうに思ってるので、ノア君に絶対勝って、星君にも勝って、おお、嬉しい、景品化してみたいと思います。そうですね、2人に、負けないように久しぶりの、自己 PR 面接ということで緊張しているんですが、精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ノア君は、まあ、早期内定者ということで、はい、ガーファムの内定も持ってるということで、素晴らしい、3年生なんですけど、まあね、でもそんな実績関係ないんでね。そうですね。ちなみに景品が明確な方がいいなと思ったので、焼肉券とかにしますか。おー、それは考えたい。焼肉券、じゃあこちらの焼肉券。本当ですか。7000円分を。えー、おー、7000円分、はい、大きい。じゃあ優勝者の方にはこちらをお渡しします。あー、私の顔呼び捨てるからね。早く行こう。ということで、ちなみに自己 PR の遠井さんが今これから面接する時の評価基準を簡単に教えていただいてもいいですか。はい、主に最低限の3点とプラスアルファを見たいと思ってます。おー、3点の最低限と言っているのは、1つ目、自発的に行動したことを言えているか、2つ目、チームワークを発揮できていたか、3つ目、客観的に分かる成果を説明できていたか、という3つのポイントです。それからプラスアルファの評価ですけれども、隣の方の意見を踏まえて話せるか、これは2番目以降に話す人に期待したいことですね。おー、すごい参考になるお話をありがとうございます。ということで、今のお話を踏まえて早速自己PR 対決開始させていただけたらなと思います。では最初に星さんから自己 PR をお願いいたします。はい、お願いします。はい、専修大学3年の星です。私の強みは、私の圧倒的なプライドを結果のためにねじ曲げるっていうことができるっていうところですね。まず私、高校まではキャプテンだったり学級委員だったりずっとリーダーとしてやってきたんですけど、まあ、高校3年生の結果が出なかったんです。もう去年と同じ結果だったというところで、大学では反省して、キャプテンというよりかはチームのために何ができるかというところで活動したんですね。それで、例えば大学であれば、まあ、ミスがあったときに、そのミスが誰のものかわからないという問題があったんですよ。そういうところを自分に指摘していったりとか、そういう改善というのを繰り返していった結果、まあ、キャプテンにはなれなかったんですけど、まあ、結果としてチームが、まあ、総部史上初の2部残留という結果になりました。で、この自分をねじ曲げて結果を出すっていうところに関しては仕事でも成果が出ていて、例えば僕インターン先で2ヶ月以内にコーポレートサイトのリニューアルっていうのを作らなくてはいけなかったんですけど、まあ、例えばこれ2週間になっていろいろ要件があって増えたりとかして、まあ、終わらないっていう時代になったんですよね。その時に、まあ、周りに頼って、もう自分をねじ曲げて周りに頼って最終的に終わらせるってところまで行くことができました。なので僕は柔軟性、自分のプライドをねじ曲げて結果を取るっていうところができる人間です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにじゃあ今回の星くんの自己 PR、 丸×の札をお願いします。丸だと思います。おー
思います、ね、嬉しい、めっちゃ全体的にとってもよくまとまった綺麗な自己 PR だと思います。自分の話をしてると途中であれ今どこまで行ったっけってなって戻ってこられない人かなりいるんですけれども、うん、最後自分の言いたいところまで戻ってきて自己 PR で完結させられた、素晴らしいです。何より先ほどいきなり出された基準の自発的でグループワークでしかも客観的な成果を踏まえて唐突に1分で話せと言われてできたこと、うん、これが一番手にふさわしい素晴らしい成果だったの、嬉しい、嬉しい、本当に最初からいいとこの後どうしたらいいか分からないし選べないかもしれないですね。ちなみに改善するポイントとかってあります？はい、すごく細かい点だけ気になるポイントですが、はい、実は話の要所要所でタメ口が混ざっていらっしゃいます、はい、なんだろうなとかなんだっけとか、これは通常の会社員になってからでも出るときは出てしまうもので社風によっては許されることも多いと思いますが、面接のような極めてフォーマルな場面ですと落ちるきっかけにはなりうるかなと思います。例えばですけれども、星さんと同じぐらいの成果、同じぐらいの完成度で面接に挑まれた方が横にいらっしゃったときに、もしかしたらその小さい差で落とされてしまうかもしれませんので、そこでも差をつけるために最後バシッと言葉遣いに気をつけていただけるとなお良いと思います。はい、承知いたしました。すごい早い、 PCM 早い、さすがだわ、素晴らしい、ありがとうございます。ちょっとテンションも下がってるのね。では高橋さん、自己 PR を1分程度でお願いいたします。はい、度胸大学から参りました英語学科3年の高橋鈴香です。私の強みは自分が決めた目標に対して泥臭くやり抜く力だというふうに考えております。これは私がインターンとして参加していた就活 YouTube を運営する会社で、他チャンネルと比較して 4,5 倍の伸びを達成、登録者数 4,5 倍の伸びを達成いたしました。私は、ここでの課題はそもそも就活の時期じゃなかったので、他チャンネルは、ね、4,5千人の伸びだったんですけど、信頼よりでは2万人の伸びを達成いたしました。で、ここで私がやったこととしては、まず1つ目が動画の質を伸ばすっていうところと、2つ目が量を増やすっていうところです。質を伸ばすは就活生のキャラクターが大事だなというふうに考えて、1動画に対して5人就活生ヒアリングして1人を決めるというふうにして、出てくれる就活生の質を上げて、動画の質も上げて、1つの動画での登録者数の伸びを増やしました。で、2つ目の量を増やすというところだったんですけど、もともと週に2、3本の投稿というところをこの4、5本に伸ばして、ここを達成して他チャンネルより4、5倍の伸びを達成することができました。このことから私は自分が決めた目標に対して泥臭くやり抜く人間であるというふうに考えております。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。どうですか、手応えは？大丈夫でした。具体的にどういうところが感じられますか？まず目標を初めにバンって言わなかったのと、そこに対する目標と施策が全然一致してないなって言いながら感じてて、途中で軌道修正しようと思ったんですけど、それもできなくて、思ってます。はい、ありがとうございます。発表お願いします。はい、三択かな。うん、でも初々しさがあって非常に良い。まあ確かに話し方とか、はい、下手にこなれすぎてると今度すごい練習してきたねっていう感じも出てしまうので、面接って難しいところがあると思います、うん、でも、まあ、一方でもうちょっと練習もできたよねというところもありますので、ここは丸になる上での罰かなというふうに感じました。おそらく泥臭いを見せたかったのに、はい、泥を見せられなかったのではないでしょうか。はい、見られなかったです。はい、で本当は量産するって一言で言っても、量産ってめちゃくちゃ大変なはずで、うん、そこに生じたどんな泥があったのかっていうことを1分で語れたら、なお最初の私は泥臭く働きます、うん、ちなみにどんな泥があったかというと、 YouTube を担当していて、量をこれだけ増やした時にこれだけ追加作業が発生したのですが、ここで自分はこう働きました、こんな風に泥臭い人間ですって言っていれば、そのまま自己 PR 完結できたかなと思います、はい、確かに内容はいいから伝え方を変えるとよりアップするっていうことですかね、はい、ということで、はい、本命ですね。緊張するんだな、どうやら
すごく有名な企業に内定していらっしゃる方ですね。そうですね、あのガーファムに後期内定してるので、しばらく就活から離れてたので頑張ります。はい、言い訳限定しますね。言い訳はしません。はい、それでは川崎さん、1分間程度で自己紹介をお願いいたします。はい、明治大学3年の川崎奈と申します。私は友人から同じ24時間を生きているとは思えないと言われるほど、行動力そして好奇心を備えていると思っております。この3点について見事に網羅されていた素晴らしい。あの話何言ってるか分からなかった。最もよくあるミスがいくつかありますので、